それではコンシェルジュさんのコーナー後半をスタートしてまいりましょう。はい、おはようございます。あなただけの成功法則で幸せデザインを作ります、人と緑とお金を育てるファイナンシャルプランナーの飯窪直美です。今日もよろしくお願いします。はい、おはようございます。おはようございます。勉強します。勉強します。はい、今日はそれにはとてもいい日なんです。あ、そうなの。そうです。今日あの一粒万倍日っていう日なんですよ。もう一回、一粒万倍日、一つの粒と書いて、あと次は万の倍の日なんですけど、一つのもみのね、ちょっと思ったのを、ね、万倍の稲穂になって帰ってくるっていう、そういう日があるんですね。一年の中に何日か。そう、あ、今日だけじゃなくて、これが何日もあるんですけど、さらにですね、プラスに、年に5、6回ぐらいしかない転写日っていうのも今日重なっていて、あの百の神が天に昇って、あの天がいろいろなものを許してくれる日。そうなんだ。そうですよ、なので天が万物の罪を許してくれる日っていうことで最上日って言われている日なんですけど、これがダブルで重なっているんですよ。めったにないの。そうなんです。あ、すごい。何回かしかないんですよ。知らなかった、知らなかった。お金のね、お話を私もやっているので、こういう何かのきっかけになる日っていうのは全て、あのチェックして、あの Google カレンダーとか iPhone のカレンダーで共有するようにしてるんですけれど、これであのご相談とかいただいた時に、今日が始め時ですよっていう一つの言葉として、貯金始めるなら今日が、何かやめるんだったら今日がって言って、そっかそっか、大安吉日みたいな感じだね。そう、そんな感じ。すごい。で、合わせて逆にやっちゃいけないことがあって、物を借りる、借金をする、万倍になって苦労することになってしまうので大変大変、知らなかったらね。だからこれをあの気をつけるような感じにするだけでも、あ、今日使いすぎちゃうからやめとこうとか、今日キャッシングはやっちゃダメだとか思うだけでも、あのお金の貯まり方全部変わるんじゃないかなっていうですね。教えてあげようだとか、ぜひぜひぜひ。で、今日はですね、まあ、こういうこともありますので、じゃあマネーのお勉強をする初めの日みたいな感じで、そこの基本をですね、少しお話しさせていただきたいんですけれども、前回はあの老後資金1億円の理由っていうことでお話ししたんですけれど、そうだったね。そうするとですね、やっぱりどこからスタートで1億円貯めるかっていうところを考えると、やっぱり20代前半の方とかはもう圧倒的有利なので、ほっといて、350歳とか300歳はどうしたらいいかじゃないや、ないからないから。そしたらもう、でその年齢でしたら逆にギネスとかに乗っていい商売ができるかと思うので考えようだね。そうですよ。なので、まずあのマネーの勉強するってなった時に、じゃあどこから勉強するかというところなんですけれども、一つあの気をつけていただきたいのは、ただほど怖いものがないというのを覚えておいていただきたいんですね。あの無料のセミナーとかいっぱいあるんですけれど、行くと必ず何か あのキャッシュポイントがあるからただなんですよね。あー、わかる。特典付きとか多いよね。そうなんですね。ただでそういう会場が借りれるっていうことも、なかなかないですし、無料のセミナーやってるところ、大体綺麗なところ多いですよね。ホテル使ってたりとか、あの素敵なビジネスセンター使ってたりすることあるんですけど、それをただで開放して OK ってことは、何かしら商品との組み合わせということか、または PR 広告用ということになるので、その裏のお金の元になるのは何だったのかなというのを確認した上で参加していただくのがいいのかなと思うんですね。なるほどね。なので、できれば少しでもお金を払って有料のもので何が得られて、あとは何が相手にとってプラスになっているのかっていうのを見極めてご参加いただくのが一番だと思います。特にお金のお話はこういうことが多いので、注意していただきたいなっていう。無料セミナーよりもやっぱり自分でお金をちゃんと払ってね、これを聞きたいからここに行こうっていう方が、こう気構えも全然違うもんね。そうなんです。お金払うとやらなきゃと思うから、元取らなきゃと思うんですよ。でも不思議とね、その根性が大切ということですね。はい、あと
とは合わせて重要なところとして、投資に失敗しやすい人のパターンをお話をさせていただきますと、まずあの、投資というか運用なんですけど、お金ってやっぱり生き物なので、そこの部分を理解してないとまずいんですね。でそういったところで考えると、絶対に損したくない人、それから負けを認められない人、あと最後が一攫千金狙う人。気をつけなきゃ。こちらご注意ください。なるほどね。ちょっと言われて胸が痛い人いると思う、はい、ね、ギャンブルと年違うので私も気をつけます。はい、理論が大切ってことですね。そうですね。はい、はい、ではまたですね、次回も続けてお金の作り方についてのお話をしていきたいと思います。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ひっこさんでした。今日はね、学びの日には最高だということなので、しっかりと今